感激部の時間です。どうもよろしくお願いします。ナンバー001番の伊藤です。よろしくお願いします。002番の立場伝介です。お願いします。003の竹信です。はい、はい、というわけでね、全員そうほんまですね。先月なんかいてなかったですね。先月もいなかったですね。あ、そうか。え、先々月そうそうやそうや、はい、あ、そうか。そう、そういう感じで。というわけで、いろいろ忘れてると思いますが、諦めてください。いや、先月いてほしかったな。先月何やったっけ。アンディと塚本さん。放送事故みたいな回や。事故しかなかったっ。そうやな、そうやな。あのまま上がってるらしいですよ。あ、本当に、あ、そう。僕も見て確認はしていませんけど、白塗りのやつね。そうですね、最後なんか、無名劇団の子にただただ喧嘩を打って終わる、うんうん、そうね。ガチの喧嘩を、ね、うん、ほんまにあの、あかんやろって。そのネタであいつなとかじゃなくて、あいつなですからね。そっち系の悪口があるパターンのやつ。すごかったもん。まあ気になる方はいや、ぜひ見てくださいね。後半ぐらいかな、後半ぐらいですね。もうほんまの最後の最後に前半もちょっと変なことしてるし、そうですね、もうすごかったですけどね。ちょっとそんな回でございました、ね、はい、ということで今日もですね、はい、あの感激三昧日本橋店で生放送でお送りしておりますけど、ありがとうございます。いやどうですか、最近そう、1ヶ月の話やろ。絶対最近の話ないねんって。基本あんねんで、あんねんけど、なんか言うのめんどくさいから。めんどくさいって言ってもたらあかんねん。あるんですよ、いろいろ。だからない。あの、あ、でもちょっとあります。僕審査ばっかりしたんですよ。すごい審査。審査ばっかりした。選ぶ側、選ばれる側じゃなくて権力を持ってきた感じですけど。でもそうそう、だからそめっちゃ大変やっぱり。選ぶ台本だから台本30冊読んだりとか。あ、そう。そう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 。2分の。いや、なんでやねん。めっちゃ普通になんでやねん。いやいや、結構。結構なんです。だから45分ぐらいあるんだとかを読んだりとか、まあ、若いコーラ4団体の審査したりとか、なんかまあいろいろです。それをやってました。大変でしたけど、でも面白かったですよ、やっぱ発見があってね。あ、まあ、なるほど。みたいな、これからここは来るなみたいな、あるある。めっちゃめっちゃ言いたいけど、発表されてから言う。あ、ここのそう、ね、これこうやねんっていう。あ、うん、なるほど。それがちょっと興味深い、まあ、言えないです、うんうん、本当に。ここでやめとこう。言ってないですよ。ほんまに怒られるやつ。あんまり言ったらあかんやろ。ほんまに言ったらあかん。その内部の人間。そうそういうことがあったよっていうのも言ったらあかん。うん、まあまあ後々また、はい、って感じでございました。私は。なるほどね。中野さんは2ヶ月も休んでからに何してたんですか。これは怒られてるやん。いやいや、別に何してたのかな。先月はちょっと映画の撮影で、はい、そうですね、撮影行ってだって、カダにも行ってたわ。カダはあのこの前行ってきました。呼んでいただいたので。ああ、うん、なんかね、撮ってる映画のなんか。そうですね、なんかカダで上映しておいて、海が綺麗くて、あ、楽しいなって帰ってきました。あれでしょ、栗山さんとか。そうですね、ゆうすけさんにあのデザインしてもらったやつ。あ、そうなんです、はい、デザインしていただいたやつを。パンゲさんの顔。なんてタイトルですか。あなたに会えたらよかったか。あー、あれか、なんか。はいはい、それまた、それも見れるんですか、なんか。いや、見れないです。あ、見れへんの、はいはい、また後々ってこと、はい、そうですね、なんか上映会があったら見れるかもしれない。見れるよっていう。わかりました、はい、そんな感じです。はい、立花君。僕は、来年のために動いてます。何の来年のためにちょっと動いて、こう日夜酒を組み交わしてます、ね、ああ、なるほどね、うん、はいはいはい、あるね、あるね、しんどい、頑張ってる、うん、裏でね、3時4時まで日夜ね飲んで、あと、いやでも大事よね、あとはあれですね、うん、年末のあのN トラーデンで、うん、その撮影がございまして、はい、体中が筋肉痛ですね。あ、そうなん。チラシの撮影なんですけど、うん、まあ、ダンスのカンパニーなんで、うん、動画撮るんですよ、うん、で体の動きとかで、うん、まあ、そのプロモーションビデオも兼ねて撮るんですけど、うん、みんなダンサーさんなんで、ね、なんか綺麗に動きはるんですけど、うん、僕もダンサーではないので、半分ダンサーやからね。まあそうなん、いいんですけどね、うんうん、で力いっぱい動くしか僕にはないと思って、一生懸命頑張るんで、体のリミッターを超えるんですよ。ああ、そうなんだ。そう、吹き飛ばされてくれとか言われるんで、どう吹き飛ばされてほしいっつって、チラシを使うからって。ああ、なるほどね、うん、吹き飛ばされるっていうことはもう外的要因がすごいわけじゃないですか、うんうんうん、
だからもう体をあらぬ方向に動かすしかないから、うんうんうん、もう体ボロボロになって、あそういうこと、帰りも付け根痛くて引きずって帰ってました。中から外から破壊されてるんですよ。今日これが最後の遺作になるかもしれない。あんまなるかもしれない。やっぱこうでここで遺作になったらまたちょっといろんな迷惑かかるから頑張ろう。行きましょう。というわけで、はい、で今回のテーマでございますけれども、今回は、何だったっけ、ライブ活動と演劇ですね。そうです、はい、すごい。ライブ活動と演劇です。演劇業界で、ね、ライブ活動といえばっていうね、うんうんうん、まあ、演劇自体もライブといえばライブなんですけど、なんとなく音楽とか音楽、ね、音楽活動、そうそう、そういうなんかライブで歌うとかのこのライブ、ね、だから C、うん、まあ、CD とかもありますけど、その人の、うんうんうん、人お客さん入って歌うっていうことですね。そう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 、そうだからそこがなんか近いけどちょっとやっぱ違う感じになってるので、なんかそのあたりの話を聞けたらいいなっていうのと、うん、まあ、もともと演劇やっててライブ活動もやってるというか、うん、演劇にライブを持ち込んだっていう、ライブを持ち込んでる時期もあったりしますから、ね、そのあたりのなんかよもやま話をね、よもやま話を聞けたらな、よもやま話をいいまったりいけたらいいなと思っております。はい、でゲストでございます、はい、ね、はい、でそういう活動といえばもうこの4方しかいない、いない、うん、もう群を抜いてこの4方世界にはいや無理やな、帰りたい、帰りたい、もう他思い浮かばない、いやいや他思い浮かんでもいや負けるよねってなるから、うん、いや待てよって、あそこを差し置いてここ、そうそうそう、ここはないやろ、常に1位もう最前線の4人を呼んでおりますのでご紹介しましょう。順番にこちらから、はい、これでどちら抜いてあると思うのでこちらから、はい、じゃあ自己紹介を軽く、はい、意識を持って、はい、地域と意識を持って、はい、よろしくお願いいたします、実在しないアニメの主題歌、挿入歌、エンディングテーマを作り歌っています、架空のアニソンシンガーのマグマです、よろしくお願いします。おー、すごい、すごい、こんなの見た、初めて見た、この現場でこんなの1位ですよ。さすが。そんなん絶対無理です。ケルコさん場所悪いですよ。全然。はい、私はミクロとマクロっていう劇団をやっております。石井テルコと言います。よろしくお願いします。はい、はい、真ん中に入っちゃった。そうね。2人の会社です。そうですね、アランちゃん、なんか僕分かんないですけど、パッケージがなんかあるんですかね、パッケージがあるじゃないですか、いつもの1位のやつ見させていただいて、堂々の1位のやつしないんですよね。わかりました、じゃあすいません、はい、じゃあお願いします。はい、ライブユニットで活動してます、水玉ストライプと申します、よろしくお願いします。お願いします。すごい、あれそうよ、なんかこんな、なんかこんな感じじゃない、なんかこんなの、はいみたいなのないですね、作ったこともないです、ないですね、ないですね、なかったっけ、ない、なんか あったやんなんでやったと思ったあれとか違う、あれどこのことも知られてない、しばやそれもやったことがあるから、なんでそんな言われるの。いや、しょうがないですよ、いや、そうですよ、ね、大学中絡み、同期なんですね、大学中絡みないです、今で押すね、大学中に絡み、ここも同期なんですか、一緒です、一緒です、3人一緒です、大学中絡みないです、てるこさんごめん、そらもう電話しなかった、初めまして、しかも間ってね、いやでも逆に端っこさってたらもう、そうね、こうなっちゃうから、うん、なっちゃうから、ちょうどいいかもしれない、うん、マイルド見せてください、その関係をマイルドっていうことで中和してもらいます、だからもうちょっとうるさになったら、あっつって止めてもらう、真ん中だからこそパッと止める、絶対言いそうにないですよ、あっいいですね、いいです、マジでこっちの右に全員に戦慄が走る、今のレベル2ぐらい今のだし、何レベルまでいけばいいの、びっくりします。この帽子取り出すから。まあいいや、まあいいや。だから活動をまずちょっとどんな感じのことやってらっしゃるのかっていうのだけ、まあ、さっきちょろっと、ね、言ってありましたけど、もうちょっと詳しく、もうちょっと実際に、だから架空のアニソンってまず何って思ってるから。そうですよね。何なの？作るってこと自分で。まあ
簡単に言ったら勝手にアニソンを作るっていうのが、まあ、スタイルなんですけど、はあ、まあ、先にアニメの設定で、うん、まあ、こんなアニメやったら面白いんちゃうかっていうので、うんうん、あらすじと、まあ、設定だけを考えてしまって、うんうん、で本編をもう作らずに、うんうんうん、オープニングテーマと、うん、挿入歌とエンディングテーマ挿入歌とエンディングマンでを作ってしまうっていう活動なんですよ。なるほどね、はい、活動なんですね。そうなんです、活動で。それ活動、まあでもある意味そういうパフォーマンスというかそういうのをやってるんですよ。そうですね、まあもともとアニソンシンガーっていうのに憧れてた部分だったんで、でもそんなすぐ慣れないじゃないですか、アニソンシンガー。そうですね、まあまあまあ、まあ、狭きもんですわね、うん、じゃあ勝手に作ろうということで作ったらええ、勝手に作って、そっかそっか、そうそう、なるほどね。本来制作会社が作るものも勝手に自分で作ってっていうことですね。そういうことです、流れでしょ。なるほど、はい、アニプレックスの審査とか通らないダメですからね。ああ、そうそういうのがあるんやね、厳密に言えば細かい、いろいろね。え、どんなんなんですか、そのなんかなんていうの、自分で作ったアニメって、まあ、絶対見れないんですけど、ないから、どういう設定のアニメ作られるんですか。まあ、例えば今日なんか、うん、映像でもストップしてもらってる、後で見れるか、後で見れるかあるんですけど、見て見たら聞きましょう。楽しみだね。あ、そうですね、その方がいい。その方がいい。見ますか。見ていい、今していい、さっき見ていい、どっちでもいいです。いや、さっき見たい、ちょっと見たい。そうですね、まあその方が分かりやすいですね、こんなことしてるんで。これだから、これとライブ映像みたいなのが入ってるっていう。これはね、あのミュージックビデオなんですよ。へぇ、ミュージッククリップ。ミュージックビデオ。あ、そうなの。はい、じゃあちょっとそれを、なんか説明とかいる、前説明とか。いや、もうこれはまず見てもらったか。あ、そうなの。え、さすが焼肉を伝えた男、そう、俺が焼肉王子だ。あ、若いな。2年前2年前。この地球にタイムスリップ、さまよう俺は猿に出会った。山を訪ねてる。山を訪ねてる。お風呂で演劇をした彼が。これは焚き火で炙って食べた。これ白味噌企画にもともといらん。すげえ。小劇場界のある世代を全部見せる。昭和にしてる。ひれむした、どうだ、これが焼肉だ。最高じゃなかったんかっていう。すごいところだった。ちょっと怖かった。ちょっとビビってんのあれでも。ちょいちょい山を見る。塩をすり込み焼いた。生みたいな。食べば広がる塩の旨味。ちょっと嫌やな。ダンサーの方。これダンス、山尾匠がちょっとずれてるのが見どころ。全体を通して。そういうことね。そうなん。完全に喜んでるもん。ガッてやってるやん。面白いもん。今から面白い。めっちゃ見てんのに。めっちゃ見てる。めっちゃカンニングしてるの。見てる。すいません。怖い怖い怖い。見せる。生肉。見せる。そうか、これはニンニクだ。まあいいね。アイドルっぽい。アイドルっぽい。何でやってるのか。どういうことだ。ちょっともういい。面白いな。目線よ。面白いな。めっちゃ。ちゃんとたっちゃんカンニングしてた。ああ、かっこいいですね。ああ、素晴らしい。ありがとうございます。アルバムあります。アルバムあります。どうできてる。はい。な
焼肉王子というアニメはないわけですよね。ないですよね。どんな話なんですか、焼肉王子。これはもう曲の中でも歌詞でも全部説明されてるんですけど、はいはい、まあほんまに簡単に言うと、現代の焼肉屋の青年が原始時代タイムスリップして、まだ火の起こし方と肉の焼き方を知らない進化する前の類人猿に焼肉の作り方を教えるっていう物語です。ちょっとどこまで行かれてますよ。なんだそのアニメってなる。全何話なんですか。これだい、まあ、2クールかでも4クールだ。4クールはしんどい。逆に今週だけでそんなかかんの。結構ね、これドラマがあって、はいはいはい、まあ、曲だけでは説明しきれん部分が結構あるんですよ。当然ね。そらそうですよ。実は出会ってた人類がネアンデルタール人で、類人、で、新人類、だから後に僕らになる新人類は別勢力として存在してるんですよ。怖い怖い怖い。すごいぞ。やばいやばいやばい。勘違い勘違い。友好関係を築いてきたのは実はネアンデルタール人で、いずれ新人類に滅ぼされる側やっていう。だからまた焼肉という文化がなくなったみたいなこと。なんかそんな感じのね。られるわ。結構これはあの聞き手あまたでもいいと思うんですよね。想像力、もうそれはお客さんに任せる。いろんな焼肉王子があっていいかな。それは。いろんな焼肉王子曲を聴いてもらって、僕の私の焼肉王子がいいっていう押し付けはしないってことね。そうですね。すごいな。ちょっといっぱい考えることがある。あるあるあるし、もう若干もう胃もたれして。焼肉だけに。なるほど。そうね。でも面白い、面白いな。最初に持ってくるにはヘビーだ。そうだな、最後にしたらよかった。すいません、そこ座ってしまったから。強すぎて。今日はキャッチー。あんなんをやってるってこと？舞台上でああいうのを歌って。そうですね、歌って。みんな焼肉王子が聴きたくて来てるってこと？あ、でもそういう人ももういますね。レスポンス王子。王子、すごいね。焼肉王子が代表曲であって、うんうん、まだ人気なんで、うん、やっぱり王子っていう風に呼ばれることも多くなって。あ、でもまあまあ王子感はなんか分かる気がするね。ちょっと王子っぽい感じ。シュッとしてる、うん、シュッとしてるから、うん、保つのがちょっと大変です。保つの焼肉食べながら保っていかなかったこと。あ、でもそういうことですよね。あの、僕でも焼肉固まってなかったよね。絶対固まってなかったよ。いや、ちょっと言おうか言う前か迷ってることが一つあるんですよ。言っといたら、言っといたら、言っちゃえ、言っちゃえ。僕、焼肉あんま食わない。すごいな。あの、さっき行かれてるよねって言い張ったじゃないですか。あの、これ作ったの実は僕じゃないんですよ。あ、そうなんですか。あの、皆さん焼肉の歌ご存知ですか。これ以外に焼肉の歌有名なやつがあるんですけど、今鶴橋の曲になってます。あ、まあ、食べ放題みたいなやつです。はい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 、はい、ヨーロレみたいな。あ、そうですね、ヨーロレみたいな。あれをね、作詞作曲したのが僕の父親のリピート山中っていうシンガーソングライターの方なんですよ。そんで作ったのはそのリピート山中なんです。へー、だから焼肉王子みたいなところも。あ、なるほど、なるほど。じゃあリピート山中さん焼肉王みたいな。そうなんだ。焼肉王キングやん。間違ってない。そうだよね、焼肉キング。リピート山中は焼肉好きです。そういうことだよね。あ、なるほど。その息子やろ。そう、嫌いじゃないんですよ。嫌いじゃないけど食べますよ、焼肉は。王としては困ってるよね、やっぱりね。やっぱ詳しくなっといた方がええんちゃうかっていう意見はすごい。どんな国やねん。ゆくゆくね、ゆくゆく王になっていくためにはやっぱりね、いろいろ知っとかんとね。すごいね、国民に示しがつきます。そうやね。でもなんかそんな王子もいるじゃないですか、王の。わかるわかる。王のやり方は気に入らない。親父は間違ってる。また新しい曲できる。親の方、シーター、ゲールには乗らへんぞ。言いながら歌ってるっていう。積んでるよ、そ、次その曲が。その曲が。ちょっとしがみがありすぎて、こっちを紹介したい。ちょっと分けてもらっていい？ちょっと網変えてもらっていい？交換中にちょっと。ずっと噛めるもんね。噛めと。この肉ずっと吸収させてもらう。次、どっち行きたいですか？この後、どっち行きたいですか？どう戦っていきますか？次行きましょうか。うん、作ってもらえたら。次行きましょう。トライプさん、ミスト？水スト？ミストって言われてますね、大体。ミストと略される。
普段は どんな活動をされてるんですか？ライブメインですね。ライブユニットって名乗ってるくらいなので、はい、まあ、CD も出してるんですけど。ああ、そう、すごい、はい、私がお芝居もやっている。はいはいはい、はい、バンチさん、はい、バンチさんが私ポンコツチョップっていう団体で今お芝居をしています。で、あのお芝居もしながら音楽活動もしているという身、はい、うん、の音楽の方の相方がヒエダです。なるほど。の相方、はい、はい、そうです、そうです、一緒に。 でもミサマストレープやろうって言ったのはヒエダ、ヒエダです。あ、スタートはこっちの、こっちです。引きずり込まれたみたいな。どちらかというと言い方はない。ごめんなさい、申し訳ない。それは主導権は、主導権はじゃあ主導権リーダーとかどっちとかない。特にリーダー、サブリーダー、メンバーかぶってるのか、メンバーもプロデューサーマネージャー、全部一緒なんです。そうです、大体あかん会社みたいな。あれは専務が奥さんで下の町のね、中小企業、中小企業、そんな感じですね。そうですね。あ、そうなん、じゃあそれはオリジナルの歌をどっちが作るとかっていうのは、あ、まあ作曲の方がいらっしゃって、うん、ビートさんしてて、私ビートさんめっちゃ親父さんです。小遣い稼ぎしすぎすぐそのうちに行ったの。そうね、そうなんだ、親父ビートファミリーでこうあんなに言ってしまって、すいません、ビートファミリーめっちゃ包囲してるじゃないですか。でもなんか作詞かな、作詞と編曲とかかな、だから、C は書いてるんですか？C は書いてる。どんな感じの C？ なんとなく分かんないけど、アイドルっていうイメージがあるから、なんかちょっと恋愛とか、なんか勇気もらえるような、なんかそういうのかなと思って。違うんですか？ライブユニット、ライブユニットは違うんですか？アイドル、アイドルと違うんですか？アイドルじゃないですか？アイドルって言われると結構限定されません？なんか、なんかね、僕のイメージしてるのはもう完全に、なんやろな、おにゃんこクラブ。おにゃんこクラブ、歳が、歳が出ちゃう。ちょっとな、俺らもうちょっと下やん。AKB、 AKB、 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 まあまあね、今まで言ったらね、これもうちょっと下やね、おにゃんこより。いやいやいや、なんかあるじゃないですか。そうそう、枠にとらわれたくないというか、なんかアイドルとかシガーとかそういうのじゃなくて、生でこう歌って生きてるよっていう意味も込めてライブユニットっていうので。おお、なるほどね。だから別にアイドルさんだねって言われることに対して嫌悪感もないし、ありがとうございますって言いますし、なんかまあ MC とかもあんまり変わんないですよ。こういう感じで喋るんで、なんかお笑い芸人みたいだねみたいなの言われるんで、それはそれでありがとうございますって言うし、みたいな。なんかもう見ようによってはもう好きに見てくれみたいなスタイルではあります。今ここで歌ってますっていうスタイルのユニットです。私たちっていう。そうです、そうです、ここに見てます、ね、我々がっていうスタイルで活動はしてます。一応は歌を歌ったり MC したりっていうのがメインで活動されてらっしゃる。やってますね。あ、なるほど。たまになんか司会とかの仕事来ますね。大喜利イベントと大喜利コメントを言う。大丈夫、大喜利イベントって違う。が頼む気満々やん。やばい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 。そうそう、大喜利見てたんですよ。あ、そうなんだ。大喜利見てもらって。大喜利を見てもらったよ。空飛ぶ感激部やろ。そうですね。最近演劇やってないもんな、俺。何やってんの？大喜利？大喜利とか小説とか、今度官能小説を読む回の読んで気持ちが高ぶったら置いてあるバラをグラスに入れるっていう。バラを。バラを。気持ちが高ぶったらバラをグラスに入れる。それは聞いて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 、あ、この人いいよと思ったらグッと来たらバラをグラスに入れるっていう役やる。すごいですね。そんな仕事ばっかり。絶対部下に見せられへん仕事。見せられへんなんです。わかりました。はい、そう、じゃあ実際のね、そう、PV とかもあるんですけど、一番割と近いライブの映像を YouTube に上がってましたね。ライブで、はい、YouTube に上がってた、はい、あの別のアイドルさん の、 あのイベントに出させてもらった時のミスタマストライプです。なるほど。めっちゃオフィリアそう、なので、あのめっちゃオープニングから特撮的これ、あの、ユーフォリアっていうアルバムを出されたオフィリアに出版したっていうアイドルさんのライブで、これ今入場 SE が間違っています。ああ、ちょっとおい、これをしたなんかこういうのもミストだよっていうのが。あ、すごい、あんな感じで出てくるリズムちょっとわーちゃん全然、はい、うちら
に合わせて、ああ、いいの？はい、これ今マイクが入ってます。なのでなんかこう生感が強い。まあ確かに確かに。あからライブが始まります。全部オリジナル。これだけアイドル曲が強い。おー、すごいすごい、アイドルっぽい。アイドルタップしてる。めっちゃアイドル。そう、これ聞いた人は多分そうアイドルしてるかなって思う。よくある。すごいね。またみんな訓練されてるよ。すごい。みんな言われてる。みんな言われてる。そうなんですね。いらっしゃるんですね。いらっしゃるんですか。いらっしゃる。すげえ。あ、なんかお客さんが一緒で、あの、あの、いますね。一番最低。すごいな。なんかお客さんも一緒に遊べる。ああ、そうなんだ。そうね。すごい。ほらほらほら。雪見たことある。大丈夫です。めっちゃ分かったよ。すごい、ニューストデビューですね。みんな一緒に。ほんまやね。最高に。こんな感じで。なるほど。はい、いや、すごいですよ。20分くらいで、まあ、背景ながらにやっときます。またちょっと喋りながら、はい、こんな感じでライブはいつもやってます。いや、でもすごい、まあもうこれぐらいでいきましょうか。はいはいはい、はい、なんかすごいな。でキャラ分けも一応ちょっとあんねや。ちょっと男の子っぽい、まあね、女の子っぽい子みたいな。そうなんですよ。このまあ楽曲歌ってる時のなんかイメージというか、ヘンゼルとグレーテルの楽曲を出した時やったんですよ。モチーフの楽曲を出した時やって、うんうんうん、私がヘンゼルとグレーテルっぽい格好をしている、うんうんうん、確かにね。なんで余計に私がちょっと男の子っぽいというか、まあ、ユニットなんでやっぱりどっちかこう色を持たないと、なんかどっちも似たようなやったらどうね、まあそっかそっか、みんな同じ顔に見えるみたいになるんで。分かる分かる。もう分からへんもん。AKB とかなってくるんで、やっぱりなんかこう髪型どっちかが短かったらどっちか長くしたりとか。なるほどね。そう、単純にズボン履いたりスカートしたりとかっていうのはユニットだからかな、やってるかなっていう。それはさっき相談するんですか。しますね。だから髪の毛切るときの時も一応うち芝居もやってるんで、その芝居やってる方の相方にも髪切っていいっていうをして、ちょっと役があるからちょっとって言われたら、ちょっと髪切ったあかんって言われたわって言って、えって言われたわみたいな。なるほどね。すごい。めっちゃ大変しない。まあでも両方とも一応その活動に対してはすごい応援してくれるというか、うん、まあ、こっちもやるからこっちもやってるし、ね、こっちもやってるからこっちもやってるのがバンチやからっていうので支えてはくれてるので、うん、相方があの星村翔くんっていう、そうやね、そうやね、はい、相方男の子でやってるんですけど、なんか男の子なりの視線でも言ってくれるし、こうでこうこうがいいよとか言ってくれるし、ヒエダはヒエダでお芝居毎回見に来てくれてるので、なんか一相方ではあるけど一お客さんとしても接してくれてるっていう、なんか不思議な関係ではあるなと思うんですけど、なんか今回誘っていただいたテーマがライブとお芝居みたいな感じなので、すごいなんか分かるなと思って、間のなんか一番その人多分そうなんじゃないかな、党の部分ってことね。そうなんですよ。なんか、うん、うんと思って今日来たんですけど、うん、そうか。でもだからそれで例えば今みたいな、そう、髪切るのが一つでも悩むまなあかんねんなみたいなのが、ね、へーっていうのがまずあるし、単にスケジュール調整もそうです。そうそう、ライブがあるからこの日芝居入れないねとか、そうそうそう、稽古が取れないねとか。ライブって結構頻発なんていうか、結構、結構多い、多いですよ。でも多いよね。だから芝居よりかは絶対多いよね。絶対それはまあまあ月4本とか普通にあったりする。毎月10本10本弱ぐらいはコンスタントにやってってるんで、そうなの。けど本番、例えばお芝居なんかの場合だったら、まあ2ヶ月ぐらい稽古して、うん、ほんで本番が何日か拘束があってみたいなのが多いけど、だからその間動けないんですよ、こっちが。私がライブができないってなっちゃうんで、その理解をやっぱりしてくれてるから、その間、まあ、あの個人でこう高めてくれてるというか、高めるの表で見せない作業をずっとやってます。そう、なんか、なんかブログの更新とかそういうのもあるし、告知とか、まあ、ラジオ連絡をずっと作詞関連の制作作業とかもその間にバーってやってくれている。
じゃあお互い持ちつ持たれつ。そうですね。で私がライブバーって出るときはこっちはもう執筆作業、あの私の、うんうん、あはいはい、そう星村君、ね、そう星村君はもう台本作業してるし、うんうんうん、小屋のなんか稽古場取ったりとかそういうめっちゃ地味な地味な作業させてもらってるんで、なんかそういう意味ではやっぱりこうあんまりそういうのに勧誘できないので、うん、裏作業というかにちょっと申し訳ないなって思うこともあるんですけど、うん、でもそれも分かっててやっぱり一緒にやらせてくれてるんで、うん、もう私はやっぱなんていうか一どちらかというとそのライブじゃない芝居のユニットの時は一役者がメインで、うん、なんでお芝居もうなんて集中してやらせてもらってるし、うんうんうん、まあ、ライブの時はライブの時で、まあ、ステージングであったりとか、うん、MC もほぼ私が多分メインで喋ってることが喋ってます、ね、そう多いんですよ。でも確かになんか喋り立つ感じの喋り方するなんていうのなんか、まあ、でもそれでもお芝居やってたのもあると思うんですよ。やっぱりもう舞台上で人前で立つってもう嫌ほどやってるんで、うんうん、全然ビビらへんし、うん、ね、緊張もせえへんし、ね、なんかなんかあってもバッてこう臨機応変に対応しないといけないんですよ、はいはいはい、お芝居の時もそうですけど、そうだね、そうだね、そう私も忘れもしないんですけど、うん、あの、うん、以前ジャンク堂さんっていうね劇堂、はいはい、劇的ジャンク堂さんっていうね、はい、劇団が、はいはい、一緒にお芝居出させてもらったんですよ、はい、私共演しました、はい、私ね同じ、はい、ね回やったんですけど、はい、そうね、もうめっちゃセリフは飛ばしたんですよ私、うん、もうなんか、うん、なんか蜷川幸雄やったらな、なんか言うんやわみたいなセリフがなんですけど、うんうんうん、そのなんかのところを全部忘れて、うん、なんて言うか忘れたわって舞台上で言ったんですよ、うんそしたら、そしたら泉さんが、うん、せやな、そういうこともあるわなって言って俺持ったのそこに一緒でしたよ、だって同じチームでしたもん時に、泉さんが、せやな、そういうこともあるわなって言ってフォローしてくださったことは、私は今も忘れてますなんかその一言のおかげで、ドーンってなったんで私は、もうそのこと一生忘れませんありがとうございますそう、もうその裏で、めっちゃ終わったので、ありがとうございましたありがとうございましたもう何もセリフ出てこなかったみたいなありがとうございます。今っていうことがあって、ね、なんかそういう生っぽいフォローとかあるじゃないですか。そういうのを経験してるからこそ、まあライブでも、まあライブは常にやっぱり生になるので、CD 音源はやっぱ流さないんで、お客さんも毎回違うし、そう立った時にやっぱあ今日この感じじゃないみたいなことも全然あるんで、歌ってる時に。それ面白いね。そうあるんで。なんかその微調整をずっと舞台上でし続けるっていうのは、うんうんうん、なんかもう芝居やってたからこそ生きてるのかなと思うし、それもフィードバックちゃんと両方にできるんで、こういうことがあった、こういうことがあったってできるんで、それはどっちも活動してて良かったことかなとは思いますね。なるほど、うん、すごいな、全部喋ってくれたねもうえ、ね、やらんでいいですかまたテレコさんまだ何も言ってないまだテレコさんそっかそっか、いやでも分かりました、なるほどなっていろいろうんうんと思ったりもするし、うん、あすごいな、いやちゃんとしてんねんなって、うん、ぶっちゃけちょっと舐めてたとかけど、いや全然申し訳なかったです。いやいやいや、あすごい、いやでもなんかすごい リアルな話、うん、お芝居を見に来てくださるお客さんってライブ結構来てくださるんですけど、あ、違う、逆、ライブを見に来てくださる方はバンチちゃんがお芝居出るってなったら来てくださるんですけど、やっぱ逆って足が遠くて、なかなかライブには来てくれないことがすごく多いんで、なるほどね、なんかそこの、ね、橋渡しじゃないですけど、こうもっとこう世界が広がったらなとは思いますね、こう通じてというか、あ、なるほど、それも思って今ライブハウスでお芝居したりとかもしてるんで私、だからこの橋渡し的なのもできてたらなとは今後は個人的には思ってます。いいです、ね、なるほど、すごいな、せっかくね、こうやって活動させてもらえるのは、いや、ほんまに、いや、いいと思いますし、うんうん、多分これ番組の後半で言うやつやな。いや、いいねんね、ええねんね、ええねんね、ええ話をしてるから、もう一回するか終わりがけにもう一回するか次の週、2週目今日あれ、これさっきの話こんな話そっか、じゃあ、言うことありますちょっと不意な、自分の感じで、今なんか不意が終わるバンちゃんが言ってくれたんで、ほぼあんま言うことはないじゃんぐらいで嬉しい。まあでも、ちょっとじゃあ、未だ自己紹介の時間なんですまだ自己紹介なんか自己紹介的なやつをしときましょうか、そうですね、普段の活動とかね、そうですね、私はもうほんまに演劇人なんですよ、演劇で、はいはいはい、演劇公演を売ってて、劇団を作ってて、でお芝居を打つんですね。ただ、あの、なんやろ、自分がやっている、自分が作る、私作演出をやってるんですけど、役者で出たりもするんですけど、そこの中にこだわりとして、あの、
音楽をね、あの生演奏で入れるっていう方法に知ってまして、生演奏、はいはい、なんか生でライブするって、でそのちょっと見たら概念が違うかもしれないけど、うん、演劇も常にライブなんて、うん、さっき言いづらかったじゃん、生でやるっていう目の前で行われる行為演劇なんですけど、もちろんね、まあもちろん DVD でも見てもそうなんですけど、やっぱり DVD で見るのと目の前の役者さんやってるのね、うん、違うって、音楽も私そうやなと思ってて、 CD で聴くよりかはライブ行ったり、うん、なんか演奏プレイヤーの生の音を聴くのがすごい好きなんですよ、うん、その方が力が強いというか響く、こう心に響くのが大きくて、うん、で演劇のその道理を考えたら、劇中に流す音楽もこうポンってね、あの音楽音出すんじゃなくて、そこは演奏すればすごく伝わるんちゃうかなと思いまして、で、演劇の中の作品の音楽は全部、まあ、ほぼですね、まあ、自分の作った曲を流そうって決めて、それでそう決めてから大体そういう作品を作ってるんですよ、うん、脚本もだって書かれてるから、ね、脚本と曲が全部リンクしてるっていうような感じで作ってらっしゃるんですか？そうです、本書いてこんな感じの曲やなと思って、でこんなシーン現れたので、じゃあこんな感じの曲いるなみたいな、並行で作ってる。でも絶対芝居作る時ってありますよね、うん、このシーンは絶対こういう感じの曲がいいけど、でも既存の曲ではちょっとみたいになって、そうで作ってて、で実際流して喋り出した時にこの尺の曲では絶対合わへんとかやっぱり生やったらこう合わせれません、こう喋ってる時とかでも。そうですけど、いや、難しいんですけど、既存の曲の方が、うん、こんな曲あって、うわ、長くて音上げてって、ですごくできる、うん、自分で作るとなると、果てしなくしんどくて、うん、ほんまにもうずっとこうね、そう、ほんまにできそうですもんね、これ、あれこれ、この曲、この曲、まあ、例えば、既存の曲やったら、あ、この3チョイスの中で1曲やなとかあるけど、うん、自分が生み出せると、もう億万通りあるから、うん、まず何にしよう、どのアプローチにしようっていうところを絞るところからで、うん、そこから楽器なり鳴らそうっていうところからとか、イメージでそのどのような楽曲にするかっていうのとシーンと合うかっていうので、いや、ここはもうアカペラから始まるとか、まあ、最初にギターだけで最後だけ歌おうとか、なんかいろんなことを考えて、で普通の CD 流すのと違って本気で歌うと邪魔になるんで、だからそれをどの辺の分量で歌うとか、そんなんとかも全て何ちゅうのやりもってやりもってするんで、多分発展しなく時間がかかるんですよ。普通に音だけとね、もちろんね、なんでこんなしんどいことしてるのと思うの。途中で絶対死にたくなる。もう絶対無理だもんね。本番なんかもう声が足りないで。できへん、ほんまできへんと思うんですけど、うん、なんかしらんけど、もういっか、もうここはほんまに別の曲でいいかとか、うん、なんかもうミュージシャンの子、うまい子を呼んでくるんで、うん、あ、もうやってって言ったらすぐやってくれるそうやから、もう嫌かなと思うんだけど、でもやっぱし気に入れへんなと思って、うん、でこうスタジオで練習しながら台本自分が読んで、役者全員呼ぶわけにはいかへんから、いつもスタジオで私が5、6人の役を声変えて呼んで、声変えてこの辺がこんな感じになってるからやって、それでやってみたいな、で何遍もスタジオ練習して、あ、その路線で行きたい、じゃあそっち行こうみたいな、なんかものすごい実は時間がかかる作業ですよね、生演奏やったら、うん、そう、でもなんでこんなんしてんやろと思うんやけど、でも出来上がってくるとめちゃくちゃ面白くってもう世界に1個しかないこのシーン、この曲はって、ちょっと言うのが生まれた瞬間に、あの絶対他にはないもんが今生まれてる、生まれてるって、その積み重ねやと思うと、多分お客さんは全体で捉えてるからそんな風には感じなかったけど、絶対他にはない瞬間が今生まれてる、生まれてると思うと嬉しくて嬉しくて、なるほどね、楽しさよね、ずっと続けていってしまうっていう感じかもしれない。結局しんどいの方がめっちゃ時間も多いねんけど、うん、最高に嬉しいって一瞬だけ何秒か思うのがあるので、やってるのかな、そのために、ね、そうそう、やってるのかな、すごいですね、うん、これもうまた後半言うやつ自己紹介になるんだよ、このそうか、すごいな、喋りすぎ、後半は全部マグマ、そういうことやね、なんてことや、ごめん、いや、いいですね、喋りすぎ、やっちまったか、やっぱすげーの持ってこられたら、やっぱすげーの、まあそうね、ちょっとだからこれを見ましょうか、見ましょう、めっちゃ見たい、でもなんか確かに、でも聞いた大したことないと思ったから、そういう曲のあるところ行くと、まあ、お芝居ですね、これ完全に、もうセットに組み込まれてるんですね、はい、あ、これまさに、登場人物が、はい、なんていうの、バンドのメンバーも絶対登場人物なんですよ、はい、役名があって、セリフ言ったりするんですよ、
ただ演奏する人じゃなくて、でもミュージシャンの方、ミュージシャンですけど、芝居してもらうんですよね。はい、これ生ですよね、ドラム。あ、ずっといらっしゃるんですね。これなんか練習してるシーンみたいなバックにあるっていうことですか、その。私が大体バンドのおばちゃんとかバンドのメンバーっていうことになってるんですよ。これはまだ子供やった僕がちょっとだけ大人になっていく物語。うわぁ、そうだね、サワさん、ここでノーノーって入って、バイオリンですか。バイオリンですね、はい。バカバカバカ、めっちゃ早いやって歌ってる。それまで私とスタジオでずっとやってますけど、ほんまに役者と全員とやるのは 2,3 回です。すごい。ほんま一緒にお芝居普通にこう芝居が始まる感じ。すごい。一緒にお芝居やってる。演劇では結構まあまあ、そのダンスやって、でお芝居始まるっていうのがあるけど、生演奏までやって、歌ってとかいうのはなかなかあんま見ない気がしますね。なんかね、
そういうのあるんですけど、うんうん、ちょっとだけまでもねこうやってるのはそのミュージシャンもさっきも言いましたけど役なんですよ、うんうんうん、必ず私が大体バンドの人とか音楽を従ってるとか、うん、なんかそういうミュージシャン目指す設定にしてるっていうでその仲間とか、うんうんうん、なんかそういう人でいつも役としてちょっと一言喋ってもらったりわーってみんなで、うんうん、なんかお芝居的なことも大体してもらいます、ね、出てくる人、うんうん、役目があるんですよ。嫌がりませんバンドの人ね、嫌がる子、嫌がるか嫌がらないかをまず最初に聞きます。でもそういうのはできないって言われたらあ、じゃあ無理かも、うちのバンドには入れへんぞ。すごい、あの、ね、はっきり言わない。ほんまに分かんないけど、でもそういうの でもそこができへんとか、ね、いやもうミュージシャンなんで僕役なんかできませんって言われて、あ、絶対できないなと思うんで、うん、それこそ最初からもう、ね、でも大体やれへんって言った子は面白そうやってみるとかやるみたいな。なんか僕この頃なんか最後に自分でアドリブとか入れ出してセリフ作っとるでみたいなめっちゃ言うてたりとか、逆に邪魔になったりしないですか。それは全然楽しそうやからいいよ。いや、自分で言うって、あ、もうそれ言うんやったら亜美さんがじゃあ僕その一つ待ってから言うわなって、ね、それすごいいいですね。もうセリフ勝手に生み出しとって、もうその役としているっていう、なんかその必然でなんか後ろにいる人だけで、はい、タイミングで弾くっていうのが嫌だったんで、それだってこれとね、あんまりなんかね、変な話に変わらないというか、うんうんうん、絶対役目が役としていてもらって一緒に生きてる感がすごいいいなと思いますね。地続きになんか例えばミュージカル急に歌い出したらちょっとちゃう世界になるやんっていうんじゃなくて、一応そのまんまの主人公が生でそこにいる感じのまま歌ってるような感じになるってことですよね。それは確かにそうやな。今日あのミュージカルとか言われ、あ、音楽あんま見てない人、うん、音楽があってとか言って歌ったり演奏したりミュージカルっぽいやつ言ったら全然ミュージカルとは違う感じやと、うん、そうね、見てもらったことでも歌って踊ってはしてるけどちょっとミュージカルっていう、うん、バンド寄りのイメージがやっぱりあの感じでありますしね、うん、でもずっとドラムはあるんですね舞台上。ドラムずっとあります。で、だいたい役者がドラムをいじるっていう、なんかなんだこれはって言って時々誰かあったりこんなところにとか言って遊びのコーナーになったり、すごい形としても出来上がってるわけですね、うん、それが分離しないですもんね。そうね、そうですね、なるほどね、うん、一緒にしないと。でもなんかそうね、みんなさっきのバンちゃんも言ってたけど、うん、なんかこの物語この曲やねんみたいな、やっぱなんかちょっと物語だって作ってるぐらいやからアニメを、うん、物語と曲っていうのがなんか一つセットになってるイメージがあるなと思って、うん、ごめんなさい、日枝さんだけちょっと外したけど、うん、でもそれは逆にじゃあ日枝さんなんか感じたりするんですか、物語みたいな歌ってる時の物語、うん、曲にですか、うん、曲にはもう一個一個あの主人公が違うと思ってるんで、うんうん、あ、一曲につき、なるほど、本当にそれもなんか私もそんな別に役者とかそんな分かんないですけど、もともとはそういうのはやってらっしゃらなかったですか。専門学校であの演技の授業があったんですけど、そうなんかこのそもそもなんか声優学科っていう学科ではありましたけど、うん、いろんなことを学べるんですよ。ダンスもできるし、芝居もそれこそできるし、まあ、ナレーションとか、私だったらラジオ DJ とか。この3人が同じ声優学科。そうです、声優学科です、はい、多分やりたかった、うん、学びたかったことって各々違うくって、はい、私はもうラジオ専攻というかラジオ番組のなりたい、なりたくないでじゃ DJ なりたくて入ったんですよ。やったんで DJ ね、わかるわかるDJ 感あるよ、ね、そう、しかも音楽番組のラジオ DJ になりたくて、で、そう、高校に入ったんですけど、うん、まあ、そこで出会った仲間が、まあ、お芝居したりとか歌を歌いたかったりとかっていう子たちと出会ったから今ここにいるわけであって、多分だから日枝は日枝で別のこと、歌をやりたいわけじゃなかった最初は。え、あ、歌じゃなかった歌じゃなくて何で行きたかった、声優やったんですよ。声優になりたかった、まあ、演技の勉強とか、うん、そういう方向性やったんですか。はい、まあ、でも今でも声優さんやっぱ歌ったりとか、それこそね、顔出しとかもするし、でそれでまあ歌も勉強したかったし、そういうのも、もう別にお芝居に全く興味がなかったわけじゃないです。普通に見に行くのは声やったりしてたんで、そもそも興味はあったしな、興味はあって、まあよく見に行ってましたし、声優はあの芝居ができんとできんと思ってるんで、そうな感じは声だけで演技をしなきゃいけないからめちゃくちゃ難しい、はい、そんな声優というかこの人もちょっとやってるから、
いろあれなそんなスンってしてるびっくりしたわびっくりしたけど、うん、声優を目指してはって、まあ、声優学校やしっていうのもあって、ね、すごいです声優の演技ってなかなかやっぱり声だけってよく言われるけど声逆に言うと声だけで全てを表現しないといけないからめっちゃ技術いるやんっていうなんかイメージはあるんですけどいや分かんないからめっちゃスッとしてるやん。どうしてもやばい。放送事故。どこに置いていった。漫画たりやってる岸田さんとかと漫画たりとか何回漫画たり何回か出たさせてもらったけど、はいはいはい、やっぱり表現のそのスタイルというか、うん、やっぱり違うなと思ったし、ただ喋るだけじゃなくて、うん、ワンシーンワンシーン今どういう状況が起こってるのかっていうのを、うん、要はアニメーションになるとやっぱり人の手で描くものなので自分たちが意識したものしか表現できないんですよ。でも人間って自分で意識してないところが動いたりしてそこの筋肉の動きとかが逆にそうやって伝わったりもするし見てる人がそこを捉えてくれたりはするけど、うん、やっぱりその人の命が吹き込まれる時にどういうことが起こるかって言ったらやっぱりその絵だけでは表現できないことをやっぱり声でちゃんと表現しないと、うん、プラスアルファしていくと、うん、命が宿らないなと思うんで、うんうんうん、そういうことはやっぱり、うん、技術も必要やし、うんうん、やっぱり自分の内面も必要やし、うんうん、っていうのはやっぱり、うん、技術の面ではやっぱり菱田さん見たらすごくうわそんなにいろいろある情報がこの声の中だけにそれだけの情報を詰め込めるんだっていうのはすごく思いましたね。なるほど。そんなんをだからやろうとしてたやつがね。やつ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 やまあ、でもなんていうか声の俳優女優さんじゃないですか、ラジオ DJ も、まあ、まあそうだね、そうだね、まあ、ラジオ声の仕事の人だから、ね、そう声やっぱ声に関することを学ばなければいけない、うんうん、声優学科行こうって思って行った側なんで、うん、なるほど、でそれ行ってから初めてアテレコとかを経験するんですよ、私はどちらかというと。なるほどね、だから声優になりたかったからアテレコとかを夢見てきてたって、分かってますもんね、どっちかというと、ね、それやることを前提で来てるのと、うん、それとはまた別で入ってきてるので、うん、初めてそのアテレコした時はやっぱ衝撃ですよね、うん、なんかこう私がその役で動くのではなく、うん、この中の人に私が入らないといけないわけじゃないですか、うん、なんていうのなんかやっぱその人にこれに今2人が何喋ってるみたいなのを当てていくってことですね、まあ、なるんですけど、自分が結果その中の人にはなるんですけど、うん、なんか自分自身が動くのとはそれこそさっき言ってはったなんか、ね、動いた時と声の出方はやっぱ違うし、この映像の声の出方と実際うちがバッて言った時の動きかなんか声の出方とは違うっていうその相違とかその難しさとかもすごい実感した上で、私はやっぱり生の芝居の方を選んだなって思いますね。マグマ君はどうだった、その入った時は何になろうみたいな。僕動機すごい単純なんですけど、もともと音楽はずっと親父がやってたんでお手伝いしててやってたんですけど、まああの声がいいねと、うん、あ確かに、ね、声優やったらって言われて、うんうんうん、そっかそういうのもあるなと思って入ったのがまず始まりやったんですよ、うん、あ声がいいからやろう、うん、えどあそんな感じ、ほんま漠然としてたんで、うんうんうん、あのそんな感じで入ったのは動機なんですけど、うん、まあやってるうちにやっぱり体で表現したりとかいろんな技術がこうついてくるんやなってなって、小劇場みたいなそういうステージも一回立ってみなあかんなっていうのでこういろいろやりだしたのが動機で、あなるほどね、でまあその反面歌もやりたかったって、うんうん、アニソンシンガーになりたいって思ったのも大体それと同じぐらいなんですよね。アニソンシンガーになりたいっていうのなんかわかんないけど珍しいなと思ったんですよ。アニソンシンガーって結構メジャーなんですか。もう今なりたいものとして声優と同じぐらいですね、今水木一郎とか水木一郎とか佐藤さんとか石田明とか水木一郎って Z とっていう人やんね、はい、そうです。 あのジャケット着たいっていうことやね、だからジャケットじゃん。いやでもね、マフラーそんな感じの衣装なんですよ。マフラーさっきシャワーやってだいぶ意識してますね。ちょっと待ってもな。でもここの感じはさあ、なるほど、この靴ひもない感じもそうなの。いや、ないって、これおしゃれですから。おしゃれ。よう忘れてきた。会社にずっとこもってるから。そうか、すいません。申し訳ない。台本45分後。娘のことが全然わからへんから。台本30分読んでたら、急に最近のことが。でもだからそれは結構憧れるものなんや、アニソンって。そうですね。今でも結構また声優さんが歌ったりとか、それこそさっき話出てましたけど、ちょっとだから、もう一緒なってるんですよね、アニソンシンガーと声優って。でも逆に言ったら、じゃあ入ってくんなって感じじゃないの。
こっちはアニソンやりたくてやっとんねん、お前らは声優崩れがみたいな思ったりっていうのをシンガー仲間にでもいます思ってる人もやっぱりいらっしゃるし、なかなかだからね、J-POP のアーティストとかも今こうアニソンの歌に関わってるんですよ。漫画の歌って結構 J-POP 使われたりしてるもんね。だからあんまアニメと関係ないんちゃうのこの歌っていうのが結構多いんですよ。だそういうのをやっぱりアニソンはアニメのためのやつ、うん、その作品のための曲をやっぱ作りたいなっていうのもあって、僕はなりたいなっていうのも完全にね。だからあの、うん、タイトルが歌詞に入ってるみたいな感じですよね。あいいやん、いいっすね。そう、もうほんまないですからね、それ、うん、最近やっぱりアニソンがないじゃないですか、ないですね。タイアップみたいな形にはなってるけど、うん、その曲みたいなのはやっぱりないかなと思うので、うん、そっかそっかそっか、ちゃんとタイトルを歌詞に入れるみたいなね。そうだし、やっぱりアニソンやな、逆にそれが、それがやっぱいいんや、やっぱり、うん、あそう、焼肉王子やから焼肉王子、うん、あなるほど、架空のアニソンってだからその辺、うん、メリットがあるところなんですよね。だから僕が考えたやつやから、うん、もうそのアニメの曲を作れるし、うん、だから逆輸入なんですよ、曲から入るから、うん、本編がだから本編がだから後から本編ができてしまえば、うん、本物のアニソンシンガーになれるじゃないですか。おー、なるほどな。アニメ作ってくれ。でも曲はある。このアニメ作れみたいな。そうです。設定だけ全部丸パクリでタイトル変えてされてたらどうする？お前あのね、もうただじゃおかない。本家やもん。本家なんで。面白い。許可しない。物ないけど本家。本家なんで。ただじゃおかない。焼肉プリンスみたいなタイトル。いや、俺やんけ。夜中深夜帯でやってたら誘えやって誘えよ。俺は一矢報いますよ。許さない、許しません。それは許さない。ちょっと言うとか言うとかどんなあかん感じやから、それは許さないから。すごいな、そんな一矢報ってやってんねん。そうなんですね。そうなってたら楽しいよね。楽しいよね、実際にね。実際になったらね、なんかめっちゃ短い5分とかでもいいからな、アニメになったら。ほんまにショートでもロングでもなんでも、それこそもうアニメに関わらずもうドラマでもいいぐらいなんですよ。ドラマでもいいの？ドラマでもいいです、うん、もうとにかく作品化して、うん、もうみんな楽しんでもらったらそれはそれでもう言うたらパフォーマーとして、うん、もう妙理に尽きるんで、うん、でもヒャダインとかそうやもんね。もともと曲作ってて そっからプロになったから、ニコニコでずっと動画配信してて、うん、そっからプロになったりとかしてるから、うんうん、別にない道ではない。なるほどね。出し続けてどっかに引っかかるかもしれんみたいな、うん、それこそこれ動画はずっとアップしてるみたいな感じとか、ライブもやる、きっかけがでもあるんですよこれ、うん、それこそリピート山中が実際に体験したからこそこの架空のアニソンやってみたら面白いんちゃうかってなって、うん、でもこれみんな知ってる作品ですよ、うん、え、あるんですか、うん、あるんですよ、そういうほんまにそうなっちゃったやつがある、あります。あのアニメじゃないんですけど、そのリピート山中はあのヨーデル食べ放題は桂ジャクサブロー with マンプブラザーズっていうグループでやってて、まあ、そのオリジナル曲がそのグループでも何個かあるんですよ、うんうん、でそれを聴いたとある作者が作った作品が深夜食堂です。そうなの、阿部奈美とかさんかな、それ阿部野郎さんが作ったのがだからそのリピート山中が作ったその曲がきっかけで、うんうん、あれを書こうと思って今あんな大ブレイクしてるっていう一応実体験があって、それこそかもらってんのそれ。まあ原案というかわかんないけど、まあ、残念ながらそこはね、やっぱちょっと気になるだろ、これが出てこれが今出たらね、OK かなと思って。残念ながらそこまではちょっと。なるほど、ね。でもすごい名誉なことですね。そうですね、はい、すごいな。え、なんかそんなんないですか。そんなん何を聞くの、欲しがるの突然の成功例これ成功例これしかないけど、しょうがないけど、なんかこんなんあったよみたいな、うちらもそんなんなりたいでも、ちょっとあやかりたんはありますそれそれそれ、そうしないっていうか、はい、あの逆なんか分かんないけど、曲があってもう私ムシャンの子と一緒にやってなんでこれだよみんな曲があって曲があって曲があって泉くんが、じゃあ泉くんのなんかもう結論が出てるじゃん、毒されたもう、めっちゃ楽しみました、真ん中の魔法に真ん中の曲が、CD 私よくミュージシャンで、もともと音楽やってる人と一緒にやることもあって、ミュージシャンの
校にこの曲を PV 作るから、うん、PV ってそのミュージシャンが歌ってるんじゃなくて、うん、一つの物語にしたいと、うん、役者さんがそのストーリーで、うん、あれだから一切出てこないでしょ、うん、ほんまにあの、うん、映像では、うん、あの役者あのミュージシャンの人は、うん、役者さんのストーリーだけでもやらない一切出てこない、うんまあ、映画みたいに、うんうん、でそれの役者をやってほしいって言われて、うん、で私、まあ、本も書いてるから、うん、じゃあもう本も書いて中の役者も全部やってって言われて、でタイトル「さようなら」っていうタイトルやったから、うん、人と別れる話にしようと思って、うん、でその楽曲が3分半か4分ぐらいなんで、うん、短い「さようなら」するストーリーを書いたんですよ、うん、男女がこう別れていく、うんまあ、女性がこうあの目が見えないっていう役にしたんですけどね、うん、であのこう離れていく亡くなってしまうって一人が亡くなってしまったんで、でその動画がすごい良かったんでものすごい再生回数が上がって、うん、でお客さんからこの動画いいこの動画いい、うんまあ、曲もすごいねヒットしてくれはったんで、さようなら、でそれからこのストーリーはどういうストーリー今後どうなるんだみたいなのがすごい賛同して、その音楽事務所の社長さんがすごいお客さんからそういう声がめっちゃ上がるからこれを舞台にしましょうって言って、まさにでそのまましたら面白ないから、じゃあ離れていった、うん、男性が死ぬんで目の見えへん女の子だけ残るんだけど、うん、そっから先のさようならその後みたいなストーリーを作って、で音楽はそのままその頃あの楽曲を生で演奏する、うん、もちろん生のスタイルそのままで、だからその PV を見た人がその後一人残された子はどうなるんだって違う人がって、うん、そんなを作りました。だからそのなんていうのミクロのファン経営でそのミュージシャンのファンの子がいっぱい来て、PV あの続きをみたいな、これがねミクロとマクロ、私は友達やったからもう全然もう何にもなしで、マジそうした、でもそれは嬉しいなと思いました、ね、なんか作ったものが、うん、あそこからその先の何かそうですね、つながった感じがすごくいいし、うん、そのある種の逆輸入の感もあるし、うんうん、そういうことができるんやと思う、普通にお芝居だけやってたりとか、うん、歌だけやってるってなるとなかなかちょっとっていうのもあるかもしれないですね、うんうんうん、面白かったです、うん、面白い、お二人はじゃあ、うん、あれかなありたい、ありたい、今現時点またちょっと話ちょっと変わりますけど、うんうん、私今音楽と芝居と映像を一緒にやるっていう芝居を定期公演でやってるんです、ライブハウスの音楽×映像×芝居、はい、映像も入ってるってことか、そうなんですよ、だから後ろにこうなんかスライドじゃないですけど、はい、下ろしスクリーンを下ろして映像投影しながら芝居もするし、はい、音楽も歌うみたいな、あの、まあ、アコースティックの子なんですけど、ピアノの子がいて、うんうん、でその子が主人公でとか、まあ、話が流れていくんですけど、うんうん、まあ、それをすることによってその映像チームのお客さんだったりとか、うんうん、まあ、音楽チームのお客さん、うんうん、で芝居チームのお客さんが一堂に会して見てもらえる場を作って、まあ、化学反応を起こせたらなっていうので、うん、まあ、ライブハウスでその芝居を定期式公演って銘打って3ヶ月に1回かな、春夏秋冬1回ずつ、まあ、まさに春夏秋冬をモチーフにして活動してて、うん、それ来月本番です、最終的に宣伝や今あって思って全然全然来週は 秋バージョンで、はい、今それサンマの映像とかこうあって、サンマはねないないんですか、サンマはずっと焼けてまでが映像、切なくこうない、あなるほど、もうそろそろ裏返さなあかんのちゃうかな、そっち気になる、返さへんねん返すこともない、ない欲しいね、はい、もやってます、まあ、それそうなんかだからそれに関して音楽にこう興味があるというかね、人が気にしてくれたら嬉しいし、うん、そうだね、人も気にしてくれたら嬉しいし、最初もちょっと言ってたもんね、やっぱりそのライブを見てくださった方が演劇の方に来たりとか、その交流が生まれるというか、うん、だからさっき言ってたんですけど、その音楽の人がなかなか来にくいんやったらやっぱ来やすい環境を我々が作ればいいのじゃないかと思って、うん、まあまあまあ、まあ、やからそのライブハウスで芝居を打つ、あなるほどねっていうので、まず場所がやっぱり演劇の、そうなんですよ、ちょっと敷居が高いのかと思って、うん、こう、うん、そうかそうか、芝居小屋に行くっていうのはちょっと緊張したりするもしくは来にくいって思って、やったらいつも来てるライブハウスなんやったらパッとフラッと来れるんじゃないかなと思って、ライブって結構その日にパッて来たりとかする感覚がやっぱりあるので、今日ちょっとライブ行こうかなみたいな感じで、今日芝居見に行こうかなみたいな、まあ、仕事終わりとかにフラッて見に来てもらえるような、なんか芝居が作れたらなと思って、今そのライブハウスでは活動はしてますね。なるほど、これがだからまあ皆さんみたいにこう2点3点してもっと大きくなっていって、大きい会場で、まあそれこそ生バンドとか大きい映像を投影できたりとかっていうのに広がってたらいいなと思うんですけ
なるほど、ね、だからまだちょっとなんか発展途上な感じがありますね。こうなったらいいなっていう私はまだ、うんうん、まあ、途中というかこういうのがあったようではないんですけど、うんうんうん、いやでもまあ可能性はある感じですよね、うんうんうん、これからどうなって、ね、どこにつながっていくかっていうことだから、うんうんうん、まあ、お芝居がつながるとそんな感じしますよね。スタマストライプとしてもまあまあ広がっていけたらなとは、うんうんうん、そうね。いや、なんかいろいろいい話ばっかり聞いてるからどうなんやろな先月が嘘のよそうやろな、そんなにでしたそんなに、そんなに言ったか人の悪口しかなかったねえ、生放送出てよ、生放送そう、でもだからそれも逆の面もちょっと聞きたいなっていうのも実際はあって、うん、なんていうのかな、例えばさっきのそのバンドのメンバーが V ってなっちゃったりとか、その歌を歌ってるからなんだろうな、どうしてもさっき言ったみたいに僕は声優崩れがみたいなことを言うこんな人がいたりとか、なんやろコンビやからなんかなんあの子どうなんみたいなのがこっそりあったりとか、なんかそう分かんないよ、分かんないけどなんかそんなんとかっていうのはあるのかなと思って、反面もちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、うん、こうやって活動している反面、うん、こういうなんか、まあ、ちょっとネガティブというか、うんうん、まあでも単純にうちはだから迷惑をかけますよね、その予定的に、だからさっきの高めてる時間に、うん、とかならないですか、そうならない、そうならない、いやわかんないですよ、星村はなってるかもしれない星村くんはなっているかもしれない、スカちゃんがドラマ出てる間の、うんうん、あそうです、タクちゃんあそうそう、でもそうコンビ格差ってやっぱり、ね、うん、ハライチとかすごいですから、ね、でもあの星村はめっちゃ嫉妬してきます、あ腐ってくる、なんか水溜りストライプばっかり、ばあちゃんはいて、なんでボンゴショップリア出てくれへんのよみたいな、いやいいですね、その話もっとプリーズですよ、その話はそう言われたことがあって、うんうんうん、でもそれを私は拒しました、うん、それはそれ、これはこれみたいな、かっこいい、拒し方をしたので、いや、ね、やからいや、まあ、実際見てもらいました、だから今こういう活動しているよっていうのをライブに出てる時に見に来てって言って、見てなかった、そうなんですよ、見たことがなくてライブっていうのを、うん、なんで私らが今こうやってやってるっていうのを見てもらったな、どう言ってる、そしたらやっぱりちょっとなんか感じが変わったというか、なんていうんですかね、思ってたのと違ったんやと思います、それこそあの、ああ思ってたよりもっとなんかキャピキャピっていうか、アイドルっぽいイメージとは違うかな、思ってたんかなと思って、うん、その差がやっぱりやったんかなと思って、うんうんうん、そのちょっと自分が思ってたより今ちゃんとやってんじゃないじゃないですけど、うんうん、が分かったから、うんうん、まあ、それはそれで理解もしないとなって思ってくれたのかなと思うんですよ、うんうんうん、だから最近は結構なんかこう、うん、急に稽古に出られない、まあ、ライブがバッて入っちゃったとか、うん、結構ライブの予定って急に入っちゃったりとかもするんですよ、大きいイベントとかやったりもするんですけど、ね、お芝居はそれこそ3ヶ月、4ヶ月、下手して1年前から決まったりすること で、ね、で稽古日程とか決まってたりするじゃないですか、ある程度、その中で急にやっぱりごめんやっぱり急に行けへんわっていうことに対して、うん、まあ、申し訳ないと思うんですけど、うん、それもやっぱり、まあ、理解は示してくれるようにはなりましたし、うん、まあ、その代わり私がどうするかっていう対処というか、うん、まあまあまあ、そのなんていうか芝居で返すじゃないですけど、うん、それ以上のもん持ってくるんやろなみたいな圧はやっぱかけてきますけど、うん、そうそうやね、かけてくるけど、うん、まあでもそんな言うほど、うん、当たりがきついというかはないし、それなりの、うん、なんていうんですか、協力というか、そうね、まあでもええ関係になってるなって感じがするから、まあ、ね、ある意味なんていうかネガティブというよりかは、うん、なんかちょっとええ話っていう僕が求めていない話で、挟んだら出てくるんじゃん、挟んだら出てくるんじゃん、ほんまネガティブがいいやん、挟む時間もない、もう挟む時間もない、行ってんねん行ってんねん、途中何回か会ってんけど、タイミングもうガンガン言うてるけど、休憩のタイミングとか会ってんけど、なんかそのまま行ってもって、休憩はでね、いやもうないんです、今日多分もうええ時間やから、進行したいなってずっと思ってる、行ってくる？行ってくる、ちょっと行っておいで、行ってくる、様も今お手洗い行きたかった、全然全然全然行かないで、はい、全然いいよいいよ、行って行って、いいよいいよ、一応これでも流れてはいますけど、流れてるけど別にトイレ行っても大丈夫だし、ちょっとダラダラしてもらっても、ちょっとそうゆっくりしてもらっても、なんかおかしい、食べますおかしい、ちょっと待って、トイレ行っていただきます、急に人がおられて、ちょっと待って、じゃあちょっとお菓子でもいただこう、
これね、はい、このいいですね、クッキーみたいなね、いっぱい食べてスキップ、スキップって書いてあるスキップになってるんだ、なるほど、なるほど、なるほど、ずっと芝居が書いてあるのがスキップやからちゃう、そうですね、スキップ芝居の、こんなん置いてあるんですか、販売しております、ナポスプロ、ナポスプロデュースさんかな、はい、いただいてます、ありがとうございます、はい、はい、すごいナポスは、ああ最近どうすか、なんやねんダラ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 トーク、初めましてやのか、最近どうすか、いやいや分かんないですけど、あでもなんかそう、だから逆に今ライブの話もしたけど、なんかなんやろな、普段とか何してるんですか、普段っていうか休みの日とか、なんでめっちゃ笑ってるんですか、めっちゃ笑ってるんですか、なんで笑われてるんですか、逆にそういうオフの家におるってこと、家にいますね、家が好きってこと、え家が好きってこと、家が好きです、え俺のこと嫌いそのいや大喜利面白い人と思ってます、 ありがとうございますそれはいいんですけどなんかさ、家で例えばなんゲームするのが好きとかいろいろあると思うんですけど、そういう何なんか大体はい、ツイッターをいわゆるツイハイみたい な, なんかそのツイッターが大好きっていう動揺って驚きちょツイッターをね、あのツイッターランドと、はい、みんなが何か食べ物、ツイッターランドって何なんですか、ツイッターのことです、ツイッターランドっていうランドがあるんですか、ツイッターランドなんか勝手に言ってます、なんか姫なみたいな感じですか、姫競争え、何どんどん分からなくなってきてツイッターランドをやってるんですね、ノーノーノー、え、どこ違うぞ、分からない一回じゃあ、はい、キャンセルして、はい、全然、はい、悲しいな、はい、ツイッターが好きすぎて、はいはい、ツイッターのことをツイッターランドと呼んでおりまして、はい、ああ、競争って言ったのは、はい、私のアカウントをフォローしたら、はい、フォローした民たちはモテるよって言ってるんです、はいって言ってる確証はない、いずれね、ないけど、ないでもそれでやっぱり持てますね、わあ、わかんないけど競争様って来る人もいっぱいいます、います、それはだって人気商売、ノリですけどね、ちょっとみんなずっといじっているんですよ、もう競争ちょっと競争様はまだでもない祭り上げられている、そう、あでもちゃんとしたなんかいいいじり方でしょ、競争様おはようございま す、ね、競争様こんなところ、競争様かっこ半笑いみたいな感じですよ、ね、競争様ププププあそういうこと、はい、それちょっと嫌よね、はい、いいんですけど、いいんですけどめっちゃクスクス言ってるけどそこに信者がいるから、神です、これが民です、神こいつらって言うな、こいつらこいつらって言うな、見に行ってくださってる、前列がその民、前列は神なんですね、はい、民のことなんです、ね、だからいずれもっていう方々です、ツイッターラーツイッターラーはまたもっと追敗やから、あそこ別に追敗じゃない、追敗じゃない、その国から来はったんですよ、今日はただの民やから、ランドその国から来たユーたちっていうことですよね、あそうですよ、そうですよ、そういうことか、そう、あの、なるほど、S のです、何のですか、こんな話をするつもりじゃなかった、いやでもだって、まあ、そういう普段どういう感じのことをやってんのかなっていうのも聞きたいかなと思ったりしてて、うん、ありがとうございます、だって、経営いただきました、やっぱ私生活がよく分かんないんじゃない、やっぱなんか、まあ、でも隠してるとこは、うん、焼肉以外を食べてんねやろなってしか分からへん、その辺は結構でも大っぴょげにしてるんですよ、僕、え、そう、なんか食べてる、あの彼女とか NG とかあんの、そんな、あの、いてもおらんくても僕とにかく言わないんですよね、基本バツンって聞いてる、何も言うてないんですよ、あ、え、どういうこと、ツイッターでもだから何を普段やってるかっていうのを基本的にもう言ってなくて、存在が俺が架空やったら俺どうなってるの全然 CG みたいな、めっちゃ浮いてるやんこれ、今めっちゃリピート山中さんの思念がここすごい念の力で親父すごいあまりそう言ってなくて、はぁはぁはぁ、そうなんだ、なんかなんか一応だって、え、あ、一応って言ったら失礼やけどアイドルなね、あれ違うの、アイドルだ、アニソンシンガーはアイドルではないの、アニソンシンガーはアイドルではないの、うん、なんかでもすごい福くりがなんかどこの辺が境界線なんか、その気持ちめっちゃ分かるよ、分かる、その気持ちめっちゃ分かる、結構こういう活動してる人って 全体通してアイドルって言われても俺はおかしくないとは思うんですよ、やっぱりそうだってそれは
民が来たりすごいありがたい民が来てくれて僕の民はいないですけど今日なんで僕の民どうしたんですか民はどうしたんですか休暇を休暇やっぱ民って優しいな夜遅いからね寝てると晩ご飯食べたいここ側かもしれないですけどねリピート山中側というかねおやじ嫌いやわいっぱい出てこない。王に来てる。そう、王の方に。それもいいねでやってくれる。いや、フェイスブックの投稿にいいねしてくるんですよ。めっちゃ愛されてますよ。めっちゃいいや。いいんですよ。あれはいいや。どうにか民に好かれてるがゆえの優位に立ってる感じ。イライラすなって。イライラすなって。それ王ならではです。そうね。でもなんかアイドルかどうかって見る側の人次第じゃない。うん結局決めるのってお客さんなんですよね。なるほどね。私らは好きなことをただやってますと。今こういうのやってます。それに対してうわすごいっていう感じで、それを見てる人がうわアイドルみたいやなってなるところがあって、あなるほど。みたいな気がする。でもそれやったらこの感じめっちゃアイドルやけどね。なんか着てる。あれすごいいやどっちも保護者保護者に近いから保護者に近いですよ保護者なんかね感覚的にはくれているだからいざ自分が結婚するってなったら結婚式呼ぶタイプああ三列自分たちがしたいじゃなくてそういう席があんねやちゃあっても別に許されるけど選ばれしたらおめでとうって言ってくれるそうああなるほどっていう人たちそうかそういうのもあるまたちゃうくらいですかそれなり昔なんかそれだって例えば女性やったら恋愛禁止とかねそういうのあったりとかするまあそれは小劇場も結構なんかバッとしとるし、まあ、あれやけどね、うん、まあうちらは全然結婚したら結婚したって言うし子供できたら子供できたって言うし子供生まれたら見といてって言うし見といて言ってますうちらのためには言ってます言ってますこうやってんのそうそうそれでちょっとよろしくって言えるはあそんな世代になってきてるんですねなるほどねそう言ってくれるなって言ってくれるなっていうことを世代というよりはまあやり方の違いなんでしょうねなるほどねそういう言い方でいたいってことなんですよねなるほどなるほどまあそういう感じのなんか男女という括りにとらわれず活動していきたい人人家屋人ちょっと国王ちょいちょい国王じゃない国王じゃない国王じゃない国王はいない国王はここにはいない国王は王子じゃない国王はまたあんま国王の話ばっかり言ってるけど、嫌いはないのよ。嫌いしてます。国王嫌いや。お父さんがちょっとお父さんのやっぱり陰で苦労してんのよ。父上はいつもそうだ。ちょっとみんな落ち着けんかい。やった。やった。終わった。終えた。フラグ回収でした。忘れてた。まで待ってたやつが。ようやく。最初の方がこうなるはず。そうそう。いい話のはずやった逆の感じだそれはもう編集の力もうこのままで大丈夫だけどクッキーガンガン減ってるから編集の力で変えたらこの人ら何もんやねんっていうまま前半ずっと進むからほんでなんか食ってしまって後半で食べてへんっていうことすごいななんか汗かいてきたなテンション上がったあとはなんか喋りたいことありますかめっちゃ終わりたいの進行そうなのそろそろね時間的にはほんまにこれぐらい終わってるんですなるほどねじゃあちょっと宣伝したい宣伝しましょうちょっとまだ早かったからちょっと長めに宣伝して長めに宣伝じゃあ早めに終わったらいいねもう待って待って俺一応何か適当ありますかは一応逆に気を使った言い方やったんでいやまあいいよじゃあ後でやれ後でまあとりあえずでも楽しかったなっていうところですかねでもまあいろんな状況が聞けたのでそれぞれのハブになっているというか橋渡しになっているというような活動をこれからも続けていかれてでまあそれぞれでね今日もだって観劇部だけやったら絶対に来てくださらない方もちろん普段から来てくださってる方もいらっしゃいますしまあ一度これを機にこのお三方のライブに行かれたりだとか何か広がればいいなというふうに今回は非常に思いましたね面白いなと思いました、はい、なんか、はい
告知の前にまとめたね。まとめてって出たから。あ、そうなの。告知告知でも告知してもらわんと。そう、ほんで告知だけ十分やってもらったらいいかな。時間とかは全然大丈夫でございます。じゃあ告知をしましょうか。僕からでいいですか。はいはい。さっき言いましたね、アルバムが実はありまして、本編ないんですけど、架空のアニソンが13曲詰め込んだフルアルバムがもうありまして、すでに。架空のアニソン集その1王子降臨というファーストアルバムです。焼肉王子のそのオープニングテーマと、うん、はい、まあ、挿入歌の夕焼けは炭火のようにって曲とか炭火のように、はい、エンディングテーマとか、ね、まあ、あとトイレを我慢してる間しか強くなれないトイレ我慢というヒーローのテーマとか、ね、それまたちょっと別ない、いろいろ入ってまして、それが2500円で販売中ということで、これ2年ぐらい、2500円で13曲入りで販売中。これどこでも買えるんですか。これあの主に僕の出演イベントで物販とか、あとはまあネットで言ってくだされば、うんうんうん、できればライブに行ってそれを買っていただいた方が、来ていただくのが一番いいかなと思います。これがまた2年ぐらい前に発売したアルバムですけど、今年、ワンマンライブやるんですよ、うん、11月の25日に、うん、チキンジョージで、チキンジョージでやるんですよ。チキンジョージでやるの、はい、やります。すごいね。毎年でも1回ワンマンやってるんですよ。で今年は、まあ、これ発売して2年経つんで、やっぱりもうみんないろいろ聞き慣れてきた曲がすごく多くなってきて、そろそろ新曲聴きたいということで、セカンドアルバムこの日に発売します。はい、それがこのタイトルにもなってます、王子進 王子進撃。あのいろんな意味でちょっとアニメのね、なんかあの時代やばそうなことやばそうやばそうやばそうまたあの本編ないのにまだ13曲ぐらい増えるんですよ。焼肉の巨人とかそういうことやろね。なんかどんな巨人ですね。作ってみたい気もしますけども、まあ11月25日にチキンジョージさんで王子進撃という、ライブやらせていただきます。はい、普段カラオケでやってるんですが、はあ、あのこれはワンマンではいつも生バンドで全部生演奏でやってるんで、うんうん、生演奏ならではの演出とかあったりして、ね、うん、ぜひぜひ遊びに来ていただければ嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、親子共演とかね。ああ、いいですね。それあの去年じゃ2年前やりました。やった、そうなん、親子で焼肉王子歌うとかやりました。嫌いやって、嫌いやって言いつつも、その頃は良かった、仲良かった。そうだね、今どうか分かります。怖い怖い仲いいと思います。ありがとうございます。いきます。ありがとうございます。じゃあてるこさん、はい、私用意してなかったです。あ、そう、さっきじゃあ何もないな。紙媒体めっちゃ分かるわ。めっちゃこれ持ちましょう。めっちゃ分かります。持ちます持ちます。はい、ちょっとこれだいぶ先のとこもありますね。はい、あ、いっぱい出てきましたね。はいはいはい。直近のが、はいはいはい、直近のはこれです。いいんですか、言ってね。どうぞどうぞ。火曜日の劇場って言って、毎週火曜日にインデペンデントシアターファーストっていうところで、2劇団ね、30本ずつのお芝居見れるっていうのをやってるんですよ。というのが火曜日の劇場って言うんですけど、でそのイベント名3030って言うんですけど、でそれに今度の火曜日、もうすぐですね、はい、来週の火曜日出ます。うちミクロトゥーマクロと、創造ストリートさんっていうと30分ずつの短編が見れるんですね。両方見れて1800円、まあまあお得なイベントで、ね、とても楽しいんで2劇団見れるので、多分ね、想像ストリートさんとうち全然違うタッチのお芝居だと思う。全然違うお尻、違うお尻が出るやったら、それは見てみたいですけど。同じお尻は一つもないです。どういうことやねん。ちょっと混乱しましたね。お芝居が見れるのでぜひ見に来てください。これ絶賛今稽古中です、ね、ちなみにそれも生演奏あるんですか。これもね、あのバイオリンとギター生演奏があるし、短編でも全然入れることにして、はい、それあの1回本公演を長いのをやってるんですけど、うん、それの30分みたいなんでギュッて凝縮された、もともとあ る2時間の作品のギュッていいとこだけを見せるみたいな、はい、そんな3演なんですけど、実は4年ぐらい前にやった短いやつやります。で絶対楽しいのでぜひ見てほしいなと思います。はい、はい、とあと11月ちょっと先なんですけど、はい、11月17から、20ですね、シャトリカローテイさんというところで、メイさんという劇団の詩人四季という作品に出ます。こ
これもあの再演なんですけどね、実に面白いあの弾丸会話劇なんですよ。バラバラバラってずっと会話してるんですけど、めちゃくちゃ楽しい。台本だけ今読んだんですけど。内容は どんな感じなんですか。あのね、お葬式、言っていいかな、お葬式会場で親戚がブワー集まってくるんですけど、仲めっさ悪い人らがブワーいやめろあやだこだめっちゃ喧嘩するみたいな。死んだね。そういうお芝居ってこと。でもなんかね、めっさ喧嘩して、めっさ喧嘩、口喧嘩してるのに、なんか愛があるというかね、最後にあーって思うような感じかな。まだ稽古ね、まだほとんど1回、2回しか行ってないんで、これも再演ですごくあの好評やったんで、うん、今回あの再演されるそうなんで、よかったらこの詩人式という作品、ぜひ見に来ていただきたい。はい、直近はこれですね。はい、はい、お願いします。はい、はい、あこれはいいですか。これもあそうですね、はい、これで先ほど見ていただいたリトルソングという、はい、作品ですね。今年のはい2ヶ月ぐらい前に7月ぐらいでやったばっかりなのが、つい、先日できまして何日もで、さっき言った3030ですね、火曜日。これの上演会場であの初めて発売しますので、よかったら見に来てもらったらすぐ買えますので、はい、2500円だったかな、2500円、はい、もしよかったらぜひご購入ください、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ水玉ストライクさんは、はいはい、何なん、何なん、これが彼女たち、ね、ライブめっちゃいっぱいあるんですけど、はい、一番大きい、あ何にもないんですけど、紙媒体、あの一番大きいイベントといいますか、年内にねサードシングルを発売するんです、はい、で、11月の20日と11月の23日、2Days を行います、はい、リリースイベント、はいはい、でその20日の方でグッズ先行発売、23日でシングル発売、だから前夜祭みたいな感じで前の日やるんですね。 なので11月の20、11月の23、あ、CD 出すんやなって思っといてもらえたら言ってよそうそう思っとくだけで、思うだけじゃなくて来てもらいたいですね。いつか全然思い出せへんわって方は水玉ストライプって検索していただいたら、はい、まあ、ブログもありますし、はい、ツイッターもありますし、情報そこからそこにどんどん載ってる感じですね、うん、はい、載ってますので、水玉は漢字、ストライプはカタカナで検索していただく、出てくると思います、はい、でウェブサイトみたいなのが出てくると思うので、ぜひそれでチェックしていただいたら。場所どこでやってるんですか。はい、ありがとうございます。いや、わかんないわかるかな。11月の20日がクラブマーキュリーさんっていうライブハウスです。あ、うんうん、で、11月23日がホリエゴールディさんっていうライブハウスです。大体この辺り、南の辺りってことですか。マーキュリーさんも南ですか。南かな、境筋本町と南堀江の方です、うん、境筋本、まあとにかくブログ見てってこと、はい、そう、はい、そうなんです。せっかく振ったのに、そうね、しまったと思いました。泉さんが振ってくれたのに私は何も言わない。いや、そういうのやめてくれ宣伝楽しくやって終わったらよろしいですか。それが水玉スライプとしての活動、はいはい、で、私あの役者としましては、その先ほどお話しさせてもらったんですけど、このハラボっていうあの、団体かな、企画、このハラボ企画ってのがありまして、うん、はい、まあ、カタカナ3、5、4文字、5文字でこのハラボで、はい、お芝居をやっております。これが映像と音楽とお芝居を掛け合わせたら何が起こるのかなっていうのを実験したいなっていうのでやっている定期イベントでありまして、それもクラブマーキュリーさんのライブハウスでやってます。これが10月の19日木曜日、平日ではありますが、夜、8時からかなスタートするので、ぜひぜひお仕事終わりにとか来ていただけたらなと思います。これもこのハラボで検索していただいたら出てきますね。ぜひぜひよろしくお願いします。めっちゃあるね、はい、19やって20やって23やるの、はい、10月ですよ、このハラボは10月、10月、はい、11月にサードシングル出ます。あ、はい、分かりました、はい、なのでもう年末はちょっとバタバタなんですけれども、ぜひぜひここ、ここ見る、ここ見る、ここ見る、全部埋まりますね、毎週11月だって11月ですよね、はい、11月、これが来週で、これ11月ですよね。あ、これもそうか、全然11月ですよ、全然11月なんで、だからもう全部、芸術な、しかも何も被ってないんで、日にちが被ってないんで全部来ていただいて、芸術な、分かりました、ありがとうございます了解です、ありがとうございます。全部見たらね、なんかもらえるとか、ね、うん、あ、ほんまやね、なんかこのクッキーもらえるとかないですかないよ、全員で食べたからな、どうどうどう、なんかちょっと後でね、なんかもしあればまたミスターストライプさんのブログとかに上がる可能性はありますよね。ぜひぜひ、どうやってチェックしたらいいのやばい、めっちゃ連絡、何の関連性やねん、めっちゃ密に連絡しながら主催者全部
違う違う企画だね。そう、星村な、え、何の話だ。聞いて聞いて、この腹ぼのみんなも何の話、何の話。とりあえず、とりあえず、まあまあ、なんかあるかもしれないんでチェックはしといてください。ぜひぜひ。なんかありますか。あります。あ、どうぞ。じゃあぜひ、どちらの、どちらの。はい、10月15日の日曜日に、インディペンデントシアターファーストさんで、ちょっとチラシ持ってきますね。はい、名古屋の劇団の空中空地さん。そこ行ったらマイクに音が入らない。いやいや、戻ってくる。チラシのなんかどのフェードアウト。空中空地さんという劇団の、短編集2人目玉焼きその他些細な日常という作、お芝居に出演させていただきます。空中空地さん、ね、はい、サプライズっていう、短編の一つだけなんですけど、4つ短編やるんですけど、そのうちの1本だけ出させていただきます。10月15日、2時間、インディペンデントシアターファーストでやってます。あんたとこのバグダッドカフェの一ノ瀬さんと二人芝居でございます。うん、おー、あれ、あ、そうや、そうそうそう。そうですやん。そうですやん。分かってたふりですやん。え、逆です。逆です。ボケ通ってる。よかったら見てみてください。あと12月の、あ、忘れた。18が月曜日で、そっからの、その前の金曜日からやから、15、16、17、18かな。に、ABC ホール、福島の ABC ホールで N トランスフィッシュの20作品目の、その翼制御不能というタイトルのダンス公演に出演させていただきます。ダンスですね。ダンス。いやでも僕今回は芝居ワロです。うんうん、で、多分またディープな作品になるとは思うんですけれども、よろしかったら見に来てください。はい、以上です。はい、僕もじゃあ、さらっとだけ、何があるんだろう、なんかいろいろあるんですけど、大喜利、大喜利はね、また、まあ、10月の、そう、さっき言ってたやつ、21日の土曜日、うろいな、土曜日やね、の18時ぐらいから、そのさっき言ってた、あの官能小説を読む、そうそう、女性が、女性3人が官能小説を書いてきて、それをみそのビルで夜な夜な読み合うっていう。みそのビルであるんですよ。プラセボというカフェバープラセボとか。で、そこでそう読むというのが、その読んでる隣に僕がいて、気持ちが高ぶったバラの花びらを一つグラスに入れるっていう役で出ますんですよ。それ俺もやりたい。いや、俺それは前やってたことがあって、俺やりたいって言ってやる。やりたい。俺もやりたい。順番かもしれない。やりたいって言ったらできる。持ち回りでね、マグマグルも、マグマグルもやりたい、やりたい、ワイングラス持ちながら、そうそうそう、最初そうや、そういう感じでいく、そういう感じでこうやって落としていく、涼しい顔してでも、まあまあまあ、まあ面白いイベントをやってます、1500円でワンドリンクとかそんなんでやってますんで、もしよろしければという感じです。女流なんやったかな、女流、まあ分かんないです、なんか、はい、何もなかった、そんな感じです。あとは11月の半ばぐらいに演出を久々にやります。なんか絵描きさん、京都の絵描きさんが脚本を書かはったやつっていうのを演出します。そこそこの方が出てるんで、チームサラというところでやったりしてます。あと来年何やかんやります。はい、まあそんなんで、はい、OK です。OK 出たけど、僕は明日、はい、その言ってた官能小説やる 会場のプラセボというところで、はい、みんなで映画を見る会をまたやるんですけども、はいはい、明日のはね、なかなか見れないもの、カンフューリーって知ってます。カンフューリー、あのね、カンフーのカンフー、ヒューリーは恐怖、カンフー、あの、ね、クラウドファンディングで、あの、予告だけ最初嘘で作っといたら、はいはい、まさにそう、そうそうそう、ほんでこれ作りたいんやって言ってクラウドファンディングしたら集まって、うん、本編作ったっていう映画、パイロット版を作ったみたいなもんですよね。で、あのフィンランドの映画、すごいアホな映画。あ、そうですね。先月がみんなでね、あの予告編を見ようやっていう企画だったんですよ。その中でポンって入ってて、みんな、いや、これ見ようよ。だってもう今月そうなる。やっぱそうなるぐらいの予告編になってるってことですね。何この映画みたいな。あ、そう、見よう。あの30分ぐらいなんですけど、その映画自体は、うんうん、短いんですけど、あのいろんなもののパロディが入ってるので、はいはい、そのパロディの元ネタも集めてきて、これはこれですって解説しながら見たりするので、よろしければ。初めての人でも楽しいです、ね、楽しめます、はい
はい、あのみんなで見れる、あれがみんなで見れる機会って多分ない、日本ではないと思うので、そうだよね、はい、まあまあ、ネットで公開されてるんで、作品自体はいつでも見れるんですけども、みんなで集まってみようというのはなかなかないと思うので、よろしければ、会場代を頭割りでございます、はいはい、マックス2000円でございますので、はい、よろしければどうぞ、明日8時からやっております。はいはい、そうか、クラウドファンディングって言ってた。そうだね、うん、今ピンときてますね。ね、焼肉王子劇場版劇場版劇場版からスタート劇場版ってすごいですよ、ね、だってアニソンにしたらアニメにしたらこう何本も撮らなあかんさ、2時間ぐらいにして、ね、で劇場版がいったら今度、うん、テレビかより細かく劇場版がツークールツークールの順番がめちゃくちゃいいじゃないですか、価値観壊れていってるからどんどん逆逆でシーズン4先に工事のシーズン4 いいとこで終わらせといてね、そうね、やろうやるやん、じゃあそれを楽しみに予告から予告からね、劇場版やるときはみんな出る、あ、じゃあここはみんな劇場版出るっていう、ハラミのやつ、ハラミちゃん、ハラミちゃん、カルビ、肉役やねん、全員肉のやつやねん、あ、でもちゃうよ、ヒロインのね、あの現代に彼女いるんですけど、ヒロインハラミちゃんって名前なんですよ、あ、ヒロインや、全部当てた、先ハラミって言った、今ハラミって言うだから、ね、そう今ハラミちゃんなんですよ、でも現代やからあんま出てこへんかもしれない、そっか、回想シーンで出てくる、回想であの AU の CM みたいなやつじゃない、なんか、あ、なんか今やってます、そうそうそう、あの新人類の中に彼女そっくりの、うん、敵が多い、だからスタヤプやろ、スタヤプやろ、スタヤプやろ、もしかしたら先祖みたいなポジションなのかもしれない、おー、すごい、彼女のすごい、じゃあそれで面白そう、ヘビーな感じよね、ちょっとこいつ面白そうだって言ってる、めっちゃ考えてるな、ほんまに、妄想ばっかしてて、ちょっと精神的に良くないと思う。いや、どうしたらいいの？あの話をしてもいいようにね。まあまあまあ、まあ、まあ、まとめが精神的に良くない。いやいや、まあ、それまとめといて。かわいそう、そんなところですかね。そんな感じで。はい、そんなところじゃないです。俺がかわいそうだった。ちょうど温まったところです。はい、今温まった。終わりますか。はい、いろいろ順番間違えましたけど、終わっていこうかと思います。来月はまだ決まってません。決まってないんですよね。お一人様会をやりたいなぐらいの話でございますね。僕もね、ごめんなさい、いないんで申し訳ない。最後、はい、来月お休み。あ、来月休みする？どっか行く？いや、行く。今はこの時間を使って。スーパー戦争。みんなで集まって。スーパー戦争ね。そうね。戦争ね。まあそんな感じ。まあそんな感じ。また来月もまたここはやっておりますということで。はい。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。